はいどうも、ケイキングです。今日はですね、ウィニングポスト9、続きやっていきましょう。9月の1週からですね。レースはありますね。コンコルドグルーヴだけかな。はい。まあ、ちょこちょこしかないね、9月はね。とりあえず、では、ネクスト行きましょうか。まあ、ここからただね、G1 結構登録しますんで、まあ G1 ね、続きます。コンコルドグルーヴ3着と。さあ、そして、マルガイホークですね。さあ、ここは勝ってくれるかどうか。パワー D プラスね。はい、それじゃあ、ここもネクストいきます。まあ、9月はね、サクサクいきましょう。さあ、マルガイホーク、人気は、まあまあやね。まあまあ、とか、まあ2番人気ですね。ありますね。まあ、ちょっとコメントも聞いてね。まあ、どうなのか。ちょっと知りたいですね。さあ、マルガイホーク、一生懸命走ってる。なんとか2着は厳しそうやね。さあ、どう ?4 着。まあ、ちょっとコメントを聞いてみてやね。パワーがまあ D プラスで。さあ、その他どうかと。はい。そして、マイル・ザ・パールですね。がデビュー戦。騎手はね、ちょっと変えたいですね。まあ、どうすかな。でも、いいか。まあ、いいですかね。で、ピュア・クラシック、いいですね。で、キング・シュンライ。マルガイ・ホークね。はい。それじゃあ、行きましょうか。ちょっと絆使います。絆はね、どうしようかな。あ、使えないと。OK。なら、育成いきましょう。まず、育成で、大物ですね。はい。大物育成して、そして、あとはね、そうですね、あとは、スタイルか、キング、ピュア。いや、使わなくていいっすね。よし、これで、行きましょう。はい、それじゃあ、ネクストいきます。さあ、マルガイホーク、ここはね、人気あるよと。ちょっとダイジェスト、これ見ます。ちょっとマルガイホークの走りね、ちょっと注目したい。さあ、いい位置。いますね。まあ、じりじり来てると。これは勝てそうか?よし、いいね。抜けましたね。よし、OK。マルガイホーク1着。よかったんじゃないですか?はい、お願いします。ちょっと教えてくれ。どうやった?まあまあ、いいんじゃないですか。オッケーオッケーオッケー。さあ、次、マイル・ザ・パールですね。デビュー戦。まあ、ぶっちぎってほしいですね。期待馬なんでね。4コーナーカーブから直線コースに向きました。ここで先頭はマイル・ザ・パール、あと200m。まあ、ここはぶっちぎってますね。マイル・ザ・パールはね、どうしますかね。まあ、海以外かな。1600中心にまた走らせるって感じでね。よし、取りましたね。はい。はい、スピードね、トップクラスですね。必ず取ってくれる。G1 ね。さあ、ピュアクラシック。ここもね、一番人気ですね。まあ、これもダイジェスト見ましょうか。さあ、ピュアクラシック来てるんですが、ちょっと厳しそうやね、これ。いやー、なんとか、粘って、よしよしよし。大丈夫やろ。
っと危ないってところからちょっと踏ん張ったんじゃない、これは。OK、 勝ちましたね。よし、うん、いいね。いや、今のは根性見せましたね。はい、そして春雷がね、神戸新聞杯に、出走と。まあ、トゥザグローリーとか、まあ、ゲシュタルトとか、ルーラシップとかね、ローズキングダム、いろいろおるな、おい。行きましょう。いいですね。いや、いろいろおってもいいよ、別に。どっちみちね、どっかで戦わないといけないんでね。戦いながら強くなっていこう。さあ、春雷来てますけどね。どうすかね、抜けてこれるか。なんとか。根性見せろ。よし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 。春雷勝ちました。いや、よかったですね。最後、グッとね、一伸び。来てくれましたね。はい、勝ちましたね。さあ、牝馬でね、まあ、頑張ってますよ。よし。菊花賞ね、行きましょう。はい、そしてピュアマイルがね、スプリンターステークスに、まあ、出走と。まあ、一応マイナス100なんですが、まあまあ、どうでしょうね。さあ、そして、マルガイファイバー。あとは、コンコルトグルーブか。ファイバーはね、ちょっと変えたいな。はい、これで。はい、いいですね。はい。ライバルね。さあ、スプリンターズステークス。まあ、1600ならね、まあ、ピュアマイルは負けないですが、はい、金シャチの奇跡ね。まあ、一つちょっと調子上げたいですね。ちょっと使います。セールはね、いかないです。さあ、そしてグループ育成もくれる。いいね。そうですね。ちょっと使いましょうか。ピュアマイルね。はい。マイル・ザ・パール。スピードは A プラスですね。いいね。使いやすいね。まあ、そこでもいいけど。まあ、いいか。慌てず行こうか。はい。そして、春雷は、こんな感じね。強いね。スピード S プラス、勝負根性 S プラス、パワー S プラス、健康 S プラスと。まあ、柔軟性はね、C プラス。で、精神力はね、A プラスなんですが、まあ、十分やね。はい、いいでしょう。さあ、それじゃ、ネクスト。さあ、コンコルドグルーヴは一番人気ですね。勝ちましたね。そして、マルガイファイバー。これは厳しいか。さあ、そして、ピュアマイルね、出走。うん。まあ、一番人気ですね。ちょっとま、レース見ようか。最速の名をかけて、スプリンターたちがここ中山競馬場に集結しました。瞬きする間もない電撃の芝六波論戦。さあ、G1 スプリンターズステークスの発走です。さあ、最後は大外枠の天馬ボックス、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。各馬揃った綺麗なスタート。さて、何が行くのでしょうか。フェアマイル、前に行きそうです。ウルトラファンタジー、それに続いています。さらにはビビーガルダ前哨戦、まあ、いつも通りですね。まあ、まずはピュアマイルが逃げると。これが気持ちいいっすよね、このまま決まったらね。ウルトラファンタジー、ほとんど差がありません。ビビーガルダ3番手。さあ、ピュアマイル、このまま逃げ切れるかどうか。さあ、ぐんぐん離していくピュアマイルね。いや、気持ちよくないっすかこれ。その外からはグリーンバーディー、その外からはピンシャサの奇跡。いや、来る後ろから、これ無理じゃない。さあ、ピュアマイル、さらに加速していく。2番手はヘッドスパーだ。ピュアマイ
強すぎるぞ強すぎるぞこれ。まあそのスプリンターズステークスもさ、まあ史実、まあスプリンターズステークスに限らず、まあいろんな G1 ね、まあその年によって全然違うんですけどね、取りやすさとかはね。よし、レゴドもらった。さあ来ましたね、ピュアマイル。オッケー。いや強いね、もうそれしか言うことないね。いや気持ちいいレースでしたね。さあ、鶴丸どちらでもが来ましたね。ただ調子がまだそこまで上がってないって感じか。でもね、ここで絆使わないですね。で、大物ダイヤ、まあこれは取ってくれたら嬉しいですね、使いやすくなる。そしてピュアクラシックが、また出走やね。まあ、鶴丸はね、ちょっとどうしましょうかね。ちょっと迷うね。まあ、闘志一つ使ってもいいですけどね。闘志ね。使おうか。よし、これで鶴丸が5やろ。 G は7勝か。はい、それではネクスト行きましょう。はい、フリオソがいますね。もう何回も戦ってると。さあダイジェスト行きましょう。まあいい位置はいます、いい位置はいますが、伸びてきてるね。よしよしよし、大丈夫やね。はい、勝ちましたね。オッケー、ここも勝った。いやーグッと来てましたね。よしよしよし。さあライバルもねしっかり倒していいね。さあ大物ダイヤ、人気はぼちぼちやね。ここはちょっと厳しいか。勝った、よし。シーキガザヤと、大物コネ勝ちましたね。さあピュアクラシック、まあこれもダイジェストいきましょうか。いやここも良さそうですかね。そっと他に伸び、いやピュアクラシック大丈夫やろ。いや強いですね、ここも買ったか。そう、自分がこう所有してるさ、他の馬に負けてるっていう感じで、まあ、最近ほんと取ってくれますよね。まあ、G1 だとちょっと厳しいですけどね。 G2 は無双してますね。はい、勝ちましたね。いいですねこれも。さあ、ピュアマイルがね、ジ・エベレストに出走。そして、マルガイホークも決まるかな？決まったね。ピュアクラシックはね、うん、鶴丸も強かったね。やっぱ芝ダートどっちも走れるっていうのはね、いいですよね。はい、それじゃあね、次は、最近ちょっと無双しとんね、本当にね。もう取りたいレースを取っていくという感じになってきましたよね。皐月賞取ってさ、これも強いよね。能力的にはまあ、ぼちぼちなんすけどね。まあでもそれでも使いやすいか。まあパワーもね S プラスありますし、瞬発力もね S プラスか。で特性もしっかりついてるので、ピュアクラシックが結構強いですよね。スピード C、まあ成長しましたね。
はい。まあ、ここからは、根幹距離ね、2400を走らせていくって感じで、ちょっとまあ、G1、海外ね、狙えるならちょっと狙いたい。キングマジも、まあ、こんな感じですね。まあ、狙えるなら、ちょっと狙いたい。はい。能力こんな感じ。めちゃくちゃ成長したね、これも。恐ろしいね。はい。行きましょう。まあ、スピードはちょっと足りないんですけどね。他のステータスでカバーしてるっていう感じですね。まあ、これもちょっと見ようかな。ちょっとピュアマイルずっとね、1600走らせてたんですが、まあ、ちょっと1200もね、走らせていこうかなってことで、今ちょっと走らせてます。こちら、オーストラリアのロイヤルランドウィック競馬場から、国際重賞競争をお伝えします。いよいよ発走です。スタートしました。好スタートを決めたのはピュアマイル。オレンジタワー、このまま好スタートを切りました。ダッシュよくオレンジタワー行きました。続いて前へ行くのはピュアマイル、さらには JJ。さあ、ピュアマイルはね、まあ前へ行きますね。その後ろ、先頭に戻りましょう。先頭はピュアマイル、短期の逃げに持ち込みたい。さあ、ここもさらにね、加速していく。その後ろにヘイリスト、オレンジタワー、そのうちに続いています。このバテないのがいいですよね。捕まらないっていうね、これ。そんなに飛ばして大丈夫なんかとね、思わせて、そのままね。さあ、ピュアマイル、こっからさらに伸びてくる。いや、強すぎるな。強すぎますね。よし、オッケー、勝ちましたね。いや、いいわ。最高っすね、これ。いや、この逃げは本当にね、まあ、自分好みというかね。よし。さあ、そして、マルガイホークは、勝ちましたね。2連勝。まさかのマルガイホーク勝ったわ。いや、人気あったんですけどね。いや、どうかなって思うじゃないですか。さあ、騎手完璧ですね。はい。まあ、G1 あるので、まあ、クラシックかマジか、まあ、どっちか取ってくれたらなって感じですかね。まあ、キング襲来はもう、取ると思ってますんで。それでは、行きましょう。はい、ピュアマイルね。うん、順調。さあ、菊花賞。秋の新星。名馬が揃いますね。もうめちゃくちゃ、もうほんとさ、もう恐ろしいくらいのメンバーですよね。だが、それがいいんですよ。もう、あえてぶつけましたから、これは。菊花賞狙ってましたんでね。牝馬でやっぱ菊花賞狙いたいですよね。いや、メンバーも最高ですね。もう有馬記念どころじゃねえよ、このメンバーは。任せろ、春雷がおるだろ。いや、いいやつとライバルになったね、これね。ライバルね。よし。じゃあ行きましょうか。ちなみにですね、ちなみにね、これじゃねえわ。ちなみに、ね、はい、これです。まあ、菊花賞がね、3000で、天皇賞春を取ってるので、まあ、まあでも、春雷強えよ。でも。でも強えよ。こいつは。よし。まあとりあえず、行きましょうか。ネクストでね。はい。それじゃあネクスト。行きます。さあ、まずは海外のレースからですね。ピュアクラシック初めてかな？海外のレースは。さあ、ピュアクラシックいい位置いますね。うん。伸びも良さそう。
ただ外は、いやどうだ、粘れるか。これはもう一伸び、いやー、よしよしよし、いや危ねえって言おうと思ったんですが、いや厳しいなって言おうと思ったんですが、危ねえじゃねえ、厳しいね。根性見せましたね。 G1 取りました。いや G1 も慣れたわ。いや嬉しいじゃん。さあ、キングマジが出走、闘志4。いやー後ろにいますね。でもそこからグッと来る力ないよね。ちょっと厳しそうですね。うん、厳しそうよね。ここはもう8、9くらいで終わりましたね。もっと下やったわ。はい、まあしゃあないね。 OK、 いいでしょう。さあ、次はマイル・ザ・パールやね。いやこれは大丈夫。4コーナーをカーブして、さあこれからです。先頭はリアルインパクト。さあ外から一気に、これ気持ちいいね。これもさあまだ止まらない。よし、いいですね。まあマイル・ザ・パールは、まあ、海外の、まあまた狙いましょうかね。マイル3冠を狙っていこうかな。よし、オッケー、とりあえず勝った。さあそして来ましたね、菊花賞。さあメンバーがさ、本当にこれ最高ですよね。じゃあちょっとダイジェストもったいないな、これ。ちょっとレース行きましょう。今回はこの菊花賞で、ちょっと終わりたいなと思います。まあ、ちょっと気持ちよく勝って終わりたいね。クラシックの最後を飾るのは菊花賞。舞台は淀の芝 3000m。 三冠の中でも最も強い馬が勝つと言われています。このレースを制し、世代最強の座につくのは果たしてどの馬か。さあ最後は大外枠のジェイド早風、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました、トリープカーソン。これは好スタート、ゲシュタルト。この馬も好スタートを切りました。ダッシュよくゲシュタルト行きました。さあゲシュタルトか。さらにはレームモンロー、漆黒の馬体、エルフォーチュ。その後ろ後方に控えたのがレームドリア。もう一度先頭から見ていきましょう。先手を取ったのはエルフォーチュ。その外に、まあ春来も後ろからですね。アリゼオ、内からはアドマイヤホール、黄色の帽子カーソン。その後ろ、その外にローズキングダム、ローズキングダム、バラ一族。第4コーナーをカーブして最初のホームストレッチにかかります。さあこの辺りで各馬正面スタンド前を通過していきます。先頭から最、まあ定位置やね、春来はね。一塊です。では前の方から見てみましょう。エルフォーチュ先手を取りました。これに続いてゲシュタルト、その隣にレームモンロー。その外、最も強い馬が勝つ。ノーハード、その後ろ、内からはローズキングダム、アリゼオ。そのうちにで、このままね、まあ、菊花賞を取ってね、予定はですよ、菊花賞を取って、まあ、年内そんなに取りたいレースはもうないんですが、有馬記念とかはね、他のちょっと馬を出すので、キング3冠をね、出そうかなと思ってますんで、まあ、天皇賞春を狙いたいですね、ここ取ってからね。俺ルーラーシップもね、結構ね馬券で買いましたよ。ルーラーシップね、ルーラーシップもね、ゴールドシップもね、まあ、その辺はね結構お世話になりましたね。さあどうですかね、こっからね。さあグッとね来てますよ、春来が。いや、ただ、いや、差し返せるやろ。根性見せろ。エイシンフラッシュに勝て。エイシンフラッシュに勝っていくと。こういうことだ。よし。オッケー。エイシンフラッシュにも勝った。よし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 。
いや、もう、この世代ナンバーワンって問題ないやろ。このメンバーに勝てる。この2位から見てくださいよ、これ。AC フラッシュ、ローズキングダムね。ヒルダムールと。よし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 。まあ、とりあえず AC フラッシュに勝った。これ嬉しいわ。勝ったぞ。さあ、あとは天皇賞春を取りに行くだけだ。いや、これは嬉しいですね。テンション上がりましたね。いや、菊花賞ね、もう狙ってるという話をね、ずっとしてたんですが、それ取れたのやっぱ嬉しいじゃん。やっぱ違うんだよな、菊花賞は。キング3冠、ピュアクラシック、ピュアマイルね。オッケーオッケーオッケー。ここもまあ期待できるんじゃない？キング3冠はどうなんやろね。あー、ここもいいですね。あー、ここも結構いいですね。よし。まあでもこの3冠もね、強いですからね。元の能力はそうでもないんかな？ね。まあ、スピードも成長して A になったっていう感じでね。うん、まあ強くなりましたね。よし。OK。ピュアクラシックもね。うん、まあ勝ったしね。さあ、天皇賞秋。うん、キング3冠ね。さあ、ここからは、キング3冠の挑戦が始まりますね。まあ一応、絆とかもね、もう3冠にぶっ込んでいこうかなと思ってます。なんか足りないところがあればね。よしよしよし、勝ちましたね。この神戸新聞杯勝ってからの菊花賞、いい流れですね。で、次がジャパンカップはね、収束させないです。はい、ちょっとこれ変えます。ちょっとこれは変えたいな。ちょっと迷いますね。ただキング3冠をね、出走させるので、まあ、ちょっと被んないようにしたいですね。ちょっとここはぶつけたくない。建設、ちょっと忘れないうちにしときますね。はい。で、まあ、ちょっと迷うんですけど、キング3冠、そうですね。どうしようかな。どこ行こうかね。まあ、どこ行くか。まあ、そんなに取りたいレースがあるわけじゃないんですよね。ここもまあ、鶴丸とキングマジがいて、まあ、そんななんか戦いたいやつがいるっていうわけでもないですし、そうやね。それなら、こっちあたり行くっていうのもいいかもしれんね。うん、そうしましょう。2周ほど出して、はい、それでいきます。まあのんびりいきましょう。で、また海外のレースね、まあ長距離も含めてちょっと狙っていくと。まあ3100、まあ200くらいまでかな。でも長距離つってもね、大物ダイヤは OK、 それでいいね。マイルザパールはマイルザパールか。この後ちょっと一周出したいね。出してから、の、こっちかな。一応、ピュアクラシックがね、今まあこんだけですね。実質、10勝してますね。めっちゃ取ったな。で、G1 もね、取ってくれたと。うん、この辺もまあよく頑張りましたね。マジもまあ9勝してますからね。で、G1 もね、1つ取って。2歳は大物ダイヤがいて、まあマイルザパールがいると。
で、マルガイホークもいますからね。あ、で、ピュアマイル2か。これがまだデビュー待ちですね。ホークは、いや、どうかな。ここ勝てば、いやいやいや。あの、なんかまとまってますね。ちっちゃくね。ちっちゃくまとまってどうするんよ、本当に。まあ、いっか、とりあえず、ここは出走させて。はい、ということで、今回は、ここで終わりますかね。はい、まあ、ちょっと大物に使って、これで終わりと。はい、ちょっと長くなったんですが、ここで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。